椿は、大日本帝国海軍の駆逐艦。松型の15番艦である。日本海軍の艦名としては2代目。低型台東駆逐艦第5498号艦として、舞鶴海軍交渉で建造された。本席は、舞鶴鎮獣府。収益後、訓練部隊の第11水雷戦隊に編入。瀬戸内海に開港され、訓練の後2月5日付で、 桜と共に第1海上護衛隊の指揮下に入り、関係等に不具合が発生したものの修理を行い、2月16日に、元38戦団を護衛して、文字を出撃した。3月15日付で、桜、奈良、ケヤギ、ヤ立花と共に、第53駆逐隊を編成する。4月に入り、かつて日米交換戦として活躍し、 1943年9月9日のイタリアの無条件降伏により、上海にて自震を引き上げられたイタリアの大型客船コンテベルデを日本に開港する計画が持ち上がった。4月10日、ことぶき丸と歌唱されたコンテベルデを、奉還、宇治、第21号総会定と共に護衛して、上海を出港する。しかし、18時過ぎに、ご小灯台沖を航行中に、 時期嫌いに触れ、中波。観光部を中心に被害があり、行方不明者1名と負傷者30名を出した。高南造船所で修理が行われ、一応の修理を終えた後の5月8日に、下霊四船団を護衛して、上海を出港する。下霊四船団は大きく海航路を取り、5月17日に、湯谷湾に到着。月日付で、クレチンジュフ部隊に入され、 クレカイ軍交渉で本格的に修理が行われるも、高難造船所政策のディーゼル発電機の状態が不良で代替用のディーゼル発電機もなかなか到着しなかった。7月に入り、左限運転で18ノットが出るまでに回復したものの、ディーゼル発電機を含む電気系統の修理は完了しなかった。7月13日にビザンセトに開港された後、 7月24日に、ビザンセトで、第38任務部隊の艦載機の攻撃を受け中、橋、28日にも再度の空襲を受けた。8月15日の終戦時、クレで、中波状態で残存。11月30日に、助手席の後長く放置された後、1948年7月1日から、ハリマゾ船クレドックで解体が開始され、7月28日に、 解体が終了した。中期のないものは、艦長たちの軍艦誌367から368ページによる。宇那木剛よ少佐、1944年11月1日、田中一郎少佐、1944年11月12日、田中一郎少佐、1944年11月30日から1945年7月、本田俊春少佐。 1945年7月、ありがとうございます。